ミントのトレカ開封対決シリーズ。よいしょー。ブン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 トレカブンブンブン開封。どうもベートーベンです。ベートーベンでございます。佐藤さん、はい、今回はですねこちら、はい、PBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2017です。素晴らしい、来ました。日ハムです。日ハムはね、はい、我々も大好きですから、はい、ね、もちろん他の球団も大好きです語弊のない、はい、野球が大好きです。そうです。まあ語弊なんていうとね、日ハムの時に恐縮ですけど、二兵を思い出します。二兵変わるね。二兵変わる。55番カープにいました、そうですよ、本当に。わかるかな、これ。わかんねえだろうな。さあ、今回はですね、はい、日ハム編ですけども、はい、こちらですね、はい、我々が開封してって、はい、最終的に、どちらがレアカードが入ってるかをね、うん、勝負するんですけども、どちらがレアードな感じか。レアード、まあレアード ね、そうですよ。レアードのレアカードをあったらもう最高ですか。もうレアレアですからね。はい、そちらですね、判定をしていただく方を紹介したいと思います。お願いします。ミント渋谷店店長中川さんです。お願いします。お願いします。中川さん、中川さん、さあ中川さん、今回日ハム編ですけども、うん、そうです、いよいよ日ハムですよ。はい、これで残すは中日ドラゴンズ以外は全部できたんです。そうかそうか、そうでしたっけ、はい、そんなやったんだ。そうなんだ。あれ、阪神もやりました。阪神はちょっと事情により。大人の事情なんですか。はい、早食い、すいません、一人こういった感じです。ね、かっこいいよね。ね、まあ、やっぱりね、こうやって、はい、大谷翔平を真ん中にというかね、はい、中田翔とか、うん、いろんなスター選手がいっぱいいますから。スター選手いますよ、ね。今回の目玉とかあるんですか、中川さん。目玉ですか、はい、目玉はもう発売前から皆さんに欲しいものといったら大谷選手の直筆サインカードです。大谷直筆サインが入ってるかもしれない、はい、これが通常版が22枚、はい、22枚。あとはシルバー版の直筆サインが5枚、5枚、はい、あと世界に1枚しか存在しないワンオブワン直筆サインカードが1枚。これワンオブワン引いたらどうする。これはね、うん、動画としては最高ですけど、うん、見てらっしゃるカードコレクターの人が撮ったら最低です。確かに。それ目当てでみんな買ってんのに。俺が引くやつだろー。そうだ、いやでも出るよ、ちょっと。そうですね、そうですね、まあ、ね、頑張りましょう、はい。まあ、それはやっぱりでも我々もね、こうやってカード携わらせていただいてる身としては、うん、やっぱり皆さんとフェアな戦い。そうですね、我々も引きをね、ちょっと強く言いますから、うん、ただ皆さん大丈夫、そんな引きないから俺。今までの動画見てもらったら分かるけど、全部見てください。はい、じゃあ早速、はい、開けていきましょう。開けていきます。誰か注目してる選手。僕ね、浅間。あ、浅間。浅間はね、我々なんですよ、ファイターズ の、ね、ファームの、はい、ファイターズ対カープの始球式をやらせていただいたことがありまして、はいはい、その時にね、浅間選手が青井さんのね、グワングワングワンってギャグをすごい気に入ってくれて、ずっとやってくれてんだよな。そう、でずっとなんか僕らいない時にもやってくださってたらしくて、だけどなんか一軍に上がったとやらなくなったって。ちょっとね、あれがね、どうしたどうした、浅間。我々そう、始球式で関わらせていただいてるからね。そうそうそう、二軍の方なんですけど、それでもうやっぱり日ハムさんに対する気持ちもやっぱありますよ、ね、うん、お世話になったんで。 YouTube の動画に上がって、上がってますね、ぜひ見てください。鎌ヶ谷球場で青井さんが投げて、僕がキャッチャーやってて、ヤフーニュースでね、まあ、これ、はい、私たちが言ったんじゃなくてね、ヤフーニュースのタイトルになったんですけど、大爆笑始球式ですね。まああんなに受けた始球式なかなか、まあ、柳沢慎吾さんが我々になって総壁をなす。柳沢慎吾さん10分ぐらいやるから。さあ、さあ、出ました。出ました。はい。じゃあこれは どっから行きましょうかね、どれから。まあ、注目選手から行きます、うん、はい。じゃあ横入りしましょう。はい。まず、まずこのシリアル入りカード。はい。シリアル入り、はい、私。それシリアル入ってる。入ってます。シリアルはこれは。ちなみに、これですかね。うん、あ、シリアル対決します。お、行こう。青さんが言います。じゃあ私から行きましょう。はい、バーン、カットマン中島。中島来ました。カットマン、ほんまくせ者ですよね。ほんまにね、素晴らしいと思いますね。こういう職人さんは僕大好きで、うん、まあね、他球団で申し訳ないですけど、我々世代で河合さんとかね、はいはいはい、元巨人軍の、うん、やっぱああいうね、職人さんっていうのはこうプロとしてこういろんな生き方があるんだよと教えてくれるんでね、はい、それこそね、僕はね、今ね、社会人に行ったのかな、大学生かな、花巻東のカットマンもね、あー、いましたね、ぜひ日ハムに入ってですね、こう中島さんにこう伝授してもらいたいなって、うん、ね、中島さんのイズも花巻東の彼に
来てほしいなと思います。シリアルはシリアルナンバーはですね75分の41。そうなります。おこれは9だったらね、中島さんの背番号で。そうなんですよ、よかったんですよ。じゃあ私もシリアルエリー、はい、大谷翔平。おお、来た。大谷翔平来ました。やったね大谷翔平、バッター版のね。もうこれはね、久保さんの語りはいらないです。僕1個聞きます、はい、長さん、いくら下水シリアルはですね、50分の36。おお、これはちょっと後ほどあの値段かけてつけます時価ですね、ほぼこれは。やったな、久保。やりました、大谷翔平。すごいな。はい、来ました。まさか9割もいただけるなんて、ね、いやいや割合がどんどん4割から8割、9割で最終的には私、あの2013年田中将大の勝率をもらう10割じゃん無敗ですから、あの時はもう。ちょっと僕、横から見てたんですが、シリアルカードまだ1枚あれ、某空母先生、これは、ね、あのこれ公開された西武ライオンズでも引いてた、はい、12球団共通インサート、ファントム、ファントムカードでした。ファントムですか。キャッチャー大野。大野、大野翔平。すごい、これはこれすごいですね。これは多分ですね、12ボックスぐらい開けないと出てこない。おら、特殊なインサート。マジっすか。これはいくら。それもちょっと後で考えますいやもう長谷さんが困るぐらいって結構いいんじゃない。シリアルがですね、25分の19。なるほど、はい。久保さん、やたらにファントム引きますよね。ねえ、ファントム。秋山選手、セブで秋山選手。やっぱりね。来ました。オスカーの怪人って言われてますから。誰が言うてんの、で、ちょっと私が見てる限り、はい、サインはなさそうです。サインはないです、ね。なんと、葵さんがサインを引いています。ありましたか。すみません。ここに来てね、葵何やってんだ、はあ、仕事させていただいております。はい、私、こちらです。うん、バーン、ヒラヌーマン。ほら、ヒラヌーマン入り、ありがとうございます。ヒラヌーマン選手の3人ですからね、これ嬉しいですよ。高校のやっぱ3年生の春にエースで4番で敦賀気比高校を優勝させてる、うん、そうですよね、スーパースターですね、うん、今年で2年目ですかね。だからまだまだね。いや、そうなんですよ、こっからですよね。こういう若手選手は今カードをサインカードを早めに手に入れて将来で活躍。確かに今のうちに、ね、だから平沢大河とかと同世代ってことですね。そういうことですね、うん、はい、またいい世代にね、いいバッターいるからこう切磋琢磨して、うん、刺激になるでしょうね。ね、ぜひあのまた2軍の始球式でお会いしましょう。シリアルは何番ですか。シリアルナンバーはですね、60分の、34。おお、来ましたね。はい、サイン入り60分の34と、はい、そこの内確認できましたでしょうか。すいません、ちょっと見づらくて。はい、はい、さあ以上ですかね。以上ですね、はい、うん、さあそれでは、どうですか、久保さん、はい、勝利の。いや、まだ判定まだなんて、久保さん、でも正直ね、はい、長さん、いやいやいやこれはもう、勝敗っていう難しいですね、これ。あれ難しい、難しい、これ難しいだったら中川さんちょっとね、言葉はあれですけど、バグってますじゃあ判定の方は中川さん。そうですね、はい、あの青井さんの平沼選手の、まあ、これはね、ね、素晴らしいです、はい、と中島拓也選手の75枚限定、はい、はい、久保さんの25枚限定のファントムの大野選手と、はい、大谷選手の50パラ、はい、これは、うん、もうなんだかんだもう大谷選手が映っててシリアルが売ってあるだけでもう今皆さん大喜びなんで、なるほど、本当は平沼選手僕すごい応援してるんですが、あ、まあ、勝敗唯一つけるとしたら久保さんかなと思います。あ、やったー、そうなんですね、結構接戦なんですね、それは。もう大谷出た時点で俺も勝ちだと思ったら、違う、これあれだよ、中川さんこう通なふりしてるだけ、ね、正直あのファンの方は平沼選手のサインも去年昨年のカード結構値段してたんですよ、はいはいはい、じゃあ本当に日ハムファンにとっては、はい、もう期待もあるし、もうすでに人気もあると。そうなんです、高校のやっぱりスター選手がプロ入って同じ決サインになると、まあね、値段の方も安定して高くなる。また日本ハムファイターズに入るってなるとちょっと安心感もありますよね。そうですね、ちゃんと育ててくれるっていう。なるほど、ダントツ大谷選手のシリアルカードが強いと。強いと思う。いや、もう私も、いや、もう今回はね、大谷大野っていうもうバッテリー引かれたよもうそうですね、ね、そうなんですよ、はい、これはね、上手だなと、はい、だからもうこれはね、あの全然悔しくないですむしろすがすがしい負けてすがすがしいです。もう本当にあのこんなすがすがしいのはもうあのあれですよ、北海道の皆さん、あの、
2006年に斉藤佑樹に負けた田中将大以来いい顔してますから。なるほどね。はい、というわけで今回は私が紹介しました、はい、というわけでですね、現在こちら、はい、BBM 北海道日本ファイターズ編、はい、発売中なんで、ぜひ皆さんお買い求めください、はい、大谷を出せばね、はい、まだ私たち引いてないんです、その大谷の直筆サイン1枚しかないやつ、ね、うん、皆さんチャンスあるんで、うん、ぜひ買って引いてみてもらいたいと思います、はい、はい、ありがとうございました。グワングワングワン、グワングワングワン、大谷グワングワングワン、寿司